ウォルフォート領内にあるローゼル族の村。その歴史はかつてハイサンドの援護を脱走した一部のローゼルを先代当主シモンが保護したことに始まる。それから30年、すべてのローゼルは援護で暮らすべきと考えるハイサンドの教皇は、塩の裏取引事件を機に彼らの引き渡しをセレノアに要求する。審問の場で不正加担の罪を突きつけられた以上、受け入れる以外の選択肢はなかった。そしてハイサンドの国内ではエンデ家の取り潰しにより空いた七聖人の座をウォルフォート家が引き継ぐという噂がまことしやかに流れ始めていた。セレノア様、やはり我が領のローゼル族は引き渡すべきです。だが彼らはそもそもこのハイサンドから逃げてきたのだ。戻れと言っても納得はしないだろう。しかし七聖人への推挙がなればオルホート家は安泰です。場合によっては強制的にでも。エグスアム殿の言葉を借りるならば覚悟が必要かと。分かっている。少し考える時間をくれ。フレデリカの姿が見えないが。それがロラン王子とエンコに向かわれました。ローゼル族が暮らしている場所をどうしても見たいと。ハイサンドでは全てのローゼルはエンコに住むことを強制されているのだったな。セレノワ様、今回のことでフレデリカも悩んでいます。どうか。よくわかっている。私もすぐにエンコへ向かおう。シルビオ・テリオールさんね。誰だ。あなたに機会を与えるようにと言われてきました。機会？落ちぶれた私に一体誰が。イドウ司祭のご意思です。聞いていただけますか。七聖人の貴様、ハイサンドの者か。ウォルフォート家に縁深いあなたにぜひ手伝ってほしいことが。タラース、根回しご苦労だった。何、宰相として当然のことさ。グリンブルクの重鎮どもには言い聞かせたよ。僕たちの言う通りに動くようにね。準備は整った。いよいよだ。お兄様、私にも何かお役に立てることはなくて。あれば私から指示を出す。タラース、紹介の方はどうか。やつらも文句は言えないはずだよ。相応の支払いは約束してある。では
ここからは我慢比べだ。ハイサンドの諸君はいつまで息を止めていられるかな。お願いします。女神教の聖域を一目見たいだけなのです。ですから部外者を軽々しく縁故に入れるわけにはいきません。ましてやあなたはローゼル族、我々の教義はご存知のはず。フレデリカ、セレナ、ごめんなさい、勝手な行動をしてしまって。いえ、気持ちはわかります。私もハイサンドに住むローゼルのことを知りたい。知らない方が悩まなくて済むかもしれない。だが私は。セレナ、もしやあなたはウォルフォート家の？そう、セレナはウォルフォート校だ。近い将来エンデ家の後を引き継ぎ、この方が潮を司ることになる。今日はそのための下見というわけだ。噂は本当だったのですね。さて、新たな七星人でも縁故には入れないのかな。まさか。どうぞお通りください。ローゼルども、礼拝の時間だ。今日は七星人の移動司祭が説法をしてくださる。ありがたく成長し、おの神に宿る罪を懺悔するがいい。ローゼル族よ、なぜゆえ何時らは縁故に囲われ苦しい労働に従事せねばならぬのか。それは何時らの祖先が許されざる罪人であったからだ。太古何時らローゼル族は女神がノゼリアの民に与えたもうた加護潮を独占しようと図った。力ずくで縁故を占領し、他の民が必死で手に入れたわずかな塩すら奪い取った。そして独占した塩を盾に人々を脅し、全てを支配しようと企んだのである。その結果ノゼリアは長い戦乱の時代を迎え、あまたの尊い命が失われることとなった。なんと恥知らずで傲慢な一族であろう。呪われた魂は今も何時らの体に宿っている。それゆえローゼル族の髪は犠牲者が流した血と同じ色をしているのである。はい、我らローゼルは女神に逆らいノゼリアに仇なした忌むべき一族です。潮の女神様、どうか私たちの滞在をお許しください。だが絶望するなかれ、潮の女神の慈悲は限りなく広く深い。何時ら業深きローゼル族にさえ食材の機会を与えてくださる。それが
縁故での奉仕なのである。この地に何じらの汗と命を捧げ尽くすことで呪われた魂は浄化され、女神のもとへ召されるであろう。そして罪を許され、再びノゼリアに清らかな体を得て生まれ変わることができるのだ。ローゼル族よ、縁故に命を捧げよ。そして偉大なる潮の女神に感謝の祈りを。潮の女神様、この罪深き命を縁故に捧げます。食材の機会を与えていただきありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それでよい。女神への感謝を込めて労働に励みなさい。これは、これが食材。ローゼルにとって当然の罰だというのですか。祖先の罪が事実だとしてもひどすぎます。潮の独占は今ハイサンドがやっていることです。それは罪ではないのですか。確かに。しかしこれが潮の女神教の教義なのでしょう。想像以上に劣悪な場所だ。あの縁故にウォルフォード領のローゼルたちを連れてくる。そして彼らと同じ暮らしを強いるのか。
それは人の道を外れる行為だと思います。いくら自分たちを守るためとはいえ。ああ、到底許されるものではない。正しさは時と場合で変わることもある。だが人道を守ることは間違いなく正義だ。違うか、セレノア。私も二人と同じ思いです。しかし すまん、お前だけを責めるつもりはない。ただ俺たちは落ちてゆくばかりだ。ハイサンドから難題を課せられたセレノアたちは重い足取りでウォルフォート領へと帰還した。一方、コーデリア女王のもと再出発を果たしたグリンブルク王国も新たな動きを起こす。エスフロスト公国と連名で聖ハイサンド大峡谷とのあらゆる通商を停止し国交を断絶すると宣言したのである。かしこまりました。
配膳の手を。勝利のために。通りですね。行きます。見抜いてみせる。やってみます。援護します。見せてください。負けられない。今こそ。やった。私もトリッシュ様のお通りだ。そんな。私ですね。これからですよ。これしき。息をつかねば。Thank you.
一気に。私の出番だね。聞いただろ？聞いただろ？やってみます。仕事にかかります。貸させていただく。どこから攻めるか。今こそ手応えあり。回復はお任せを。支えなければ。感謝です。かく油断はなさらず。やってみます。僕ならきっと。これは苦しい。どこへ飛びましょうか。ダメ！トリッシュ様のお通りだ。
い通りだ。こっからは私の独断場。状況を変えましょう。ウォルホートの名にかけて。くれごたえあり。私です。これからですよ。回復はお任せを。私ですね。止めます。しかし奪えば。情けは禁物です。様のお通りだ。私のできることを。回復します。ほっとしました。
負けられない。私です。私にできることを。これでどうだ。どう攻めるか。準備は抜かりなく。私のできることを。学んだ力、今こそ。
聞いたでしょう。行くぞ。巻物で。勝利への糸口は。やりようはあります。見てらっしゃい。こちらの番です。何の制してみせましょう。やっ、いい手です。冷静に行きましょう。どこから攻めるか。全力を尽くします。頑張りましょう。打てる手は。撹乱するか。こっからは私の独断場。これお返しです。ここまでです。僕の番か。はありますね。争いを収めるために。最善の手を。見てらっしゃい。行きますか。傷を癒す。あるね。希望への一歩です。制してみせましょう。誇りを胸に。負けられない。一歩も引かぬ。私です。
からですよ。入ったぜ。爆弾するか。ガラ空きだぜ。ところで、僕の番か。最善の手を。その日まで慎重に。お座りください。お石様ともあろうものが。Thank you.
ついてこれますか。これなら納得だ。情けは禁物です。やってみます。やるんだ琥珀。行きます。私ですね。遠くへ飛びましょうか。行きますか。これで傷を。ありがとうございます。どこから攻めるか。手応えあり。お任せください。頑張りましょう。かか最善の手を。やりようはあります。見てらっしゃい。しっかり考えよう。終わらせましょう。私の魔法で。回復はお任せを。助かった。制してみせましょう。せい。狙い通りですね。ウォルホートの名にかけて。勝利への糸口は。好機は今。やってみせます。やってみます。僕ならきっと強くなった気がする。私ですね。仕事にかかります。苦しいです。
どう攻めるか。石丸、発進。行きますか。これで傷を。ありがとう。仕留めます。外すわけには。これ卑怯なら。行くぞ。仕事にかかります。ウォルホートの名にかけて。私の槍は全てを貫く。受けられない。焼き尽くします。正しいと思える世のために。どうする。やりようはあります。負けられない。今こそ。エスフロストとグリンブルクが連名でハイサンドとの断交を宣言しただと。はい、たった今情報が入りました。噂ではなく公式な発表です。どういうことだ。もちろんグスタドルフがコーデリアに強制したのだろうが、そんなことをすればハイサンドは商会に卸している塩の出荷を停止するはずだ。エスフロストもグリンブルクも行き詰まるだけなのに。兄、グスタドルフは勝てない戦はしない人です。きっと何か策があるのでしょう。ノゼリア全体に何かが起こる。そんな予感がする。
それぞれの国が動き出して、我々も足場を固めなければなりません。ローゼル族の村と民を切り捨てて、か。ウォルホートの土地と民を守るためです。誰もあなたを責めません。セレノア様、ご決断を。俺は円弧の中を実際に見た。ローゼルたちは過酷な強制労働に苦しめられていた。あれは人のやることではない。しかし教皇の意志を踏みにじれば、我らはエンデ家と同じ末路をたどるしかない。そうなれば結局ローゼル族の村も失われてしまうのではありませんか。ではウォルホートのためにローゼルを切り捨てるのが正しいと。正しいとは申しません。しかし決断が必要なのです。おのおの覚悟をなされたはず。他ならぬ我らが生きねばなりません。ハイサンドの庇護があればそれは叶う。他に方法がありますか。セレノア、私はローゼルの血を引く者だからではなく、人としてウォルホートの一員としてローゼル族を差し出すことには賛同できません。皆の意見はもっともだ。だが我々は決断を迫られている。今一度信念の天秤を持って皆に問おう。私は でしたら、
確かに。考えさせてください。わが、本気なのですか？ならば、決めました。では投票を始めよう。我が領で暮らすローゼル族をハイサンドに差し出すか否か、それぞれの信念を天秤に預けてくれ。信じるぞ。異論はありません。あなたを信じましょう。同意しかねます。信念の天秤よ、我らの選んだ道を示せ。道は定められた。我らは領内のローゼル族を差し出し、ハイサンドの庇護を得る。我らウォルホートは領内のローゼル族をハイサンドに差し出す。この決断は覆らない。全てはハイサンドの庇護を得るためだ。すぐに支度を始めよう。